日本近畿地方京都府京都市伏見区深草伏見稲荷大社の千本鳥伏見区役所深草支所深草は京都市伏見区の北部に位置する地名かつて当地域には紀伊郡深草町が存在した伏見人形山城国紀伊郡深草号は京都盆地でいち早く稲作が始まったことが深草弥生遺跡から見ることができ古代豪族の騎士 トライ系の豪族旗氏が拠点とした地の一つとされている。旗氏の祖霊として創建された伏見稲荷大社は全国の稲荷神社の総本社であり、季節にかかわらず観光客で賑わっている。また、地区の氏神で岸の祖竹内宿根を合詞する藤森神社では毎年5月5日に深草祭りが催される。東半分は東丘山から大岩山、 そして、桃山へと連なる深草丘陵で、くだらから日本に伝えられた頃から作られていたという、瓦や伏見稲荷のお土産から全国に広まった土人形、そして叩たたきの原料となる良質な粘土質の深草土が産出した。また、東海山の南麓には竹林が広がり、天正年間には間だけを用いた平柄の丸内輪が考案される。この深草内輪は、 現在も京の花町で名前を入れて配られる京、丸内和のルーツだが、骨組みが丸亀から仕入れられるようになり、明治末期に衰退。現在の竹林には、妄想地区が植えられ、竹の子の産地となっている。筋貝橋地区内を南北に京街道の一部で、港町伏見と京都を結ぶ竹田街道と、伏見街道、川端通と京町通をつなぐ、次第街道が、東西は、 西岸寺から東海山と大岩山の間の峠を過重時に至る大岩街道と名神高速道路、そして阪神高速8号京都線の東海山トンネルが東山を抜け山下との間を結ぶ。さらに京都を通らずに大津塾と伏見塾を結ぶ東海道57寺の一部である大津街道は藤森神社前で伏見街道から分岐次第。 亀貝の西福寺から大岩街道を経て、髭茶屋大岩家に至り、隅染めから八下峠を経て六地蔵に至る奈良街道なども地区内を通る古くからの交通の要衝であり、京都市街地や山市区、宇治市、上陽市方面へのアクセスも容易である。鴨川運河と京阪本線また、京都の中心部と伏見を結ぶ運河として、江戸時代初期には、東高瀬川が、明治には、 鴨川運河が開削され、水運に用いられていた。そして鉄道は、旧東海道本線が稲荷駅から大岩街道の峠を越え、日本初の路面電車である、京都市電伏見線が竹田街道に、また、竹田街道から稲荷大社までの四川京都市電稲荷線もあったが、どれも廃止され、現在は、京阪本線、JR 奈良線、近鉄京都線が行内を通っている。 聖母女学院本館町村制の施行により、深草村が発足。深草町を経て1931年4月1日に、伏見市と共に京都市へ編入され、伏見区の一部となった。昔から文句構想がたびたび出ていることもあり、地域内の住民登録や行政事務は、深草向き畑町にある伏見区役所深草支所にて独自に行われている。 第16師団司令部が置かれていたが、戦後は、庁舎が、学校法人聖母女学院の本館となり、鴨川運河に架かる橋に施された遺書や、師団街道、軍人湯などの名称、国立病院機構京都医療センターの存在などにも、名残が見られる。周辺の陸軍用地跡には、京都教育大学や龍谷大学などができたため、学生も、多く住む。藤森神社の本殿、 内輪ばかりという意味合いで、深草の名物という洒落言葉がある。かつて深草では、内輪の生産が盛んだったことから、内輪と内輪をかけたものである。深草町に関するカテゴリー、ありがとうございます。